はい。もう OK なの？もう OK で出ちゃう。小技思いついたからね。うん、いや一緒にやっ、村上さんどうしましょう。あのまだだから本題には入ってない。一緒になんか我々がやることですよね。はい。やりたいけどな。うん。あのドラマのセリフで、はい、しりとりをしたいというかありそうなセリフでですね。うんうん、普通あのメロンじゃない、ゴリララッパってこう単語でやめときますか、どうしますか。あ、いや、あのまとめ、今まとめメロンとゴリラ間違えてくれてダメなの。いやいや、そのポテトの話でもう全部スタミナ使っちゃったんじゃないかなと思って。設定何でいきます？設定何、何で。あの学園ドラマでやりたいですね。熱い学園ドラマで。熱いやつね。はい、うん、はいはいはい。じゃあもう、いいですよ、まさひろさんから。今度の大会は、あ、ちょっと待ってください。やめよ、もうやめよ。本当にただでさえ OK 出てたのに。いろいろこう、なんでいやスタートでしかも発案者だし。で、そう一番だってできる人でしょ。今良かったですよ、はい、出だしは。ちゃんと、はい、何が起きたんですか今。あ、そっからあのこうフレーズ、あのフレーズじゃない、あの、ええ、真っ白になりまして、セリフがもう飛んだってこと。はい、本当はスーッと出るはずなんですけど。とりあえずしりとりは俺はやりたい。あの何週かはしたい。そうですね、うん、だから待ちますよ野山さん。俺たち あのセリフ触れ出てくるまで真っ白になっても、あ、うん、はい、はい、で僕が出したらこうやっぱり一人一人また同じような状況になるとつまらなくなりますんで、僕からは俊明さん以降はこう、はい、割かし流暢にこう、はいはい、5秒以内ぐらいには出していただきたいなっていう。逆だろ、発案者が一番知ってる。もう考えないでもスッとね、テンポよく行け、はい、お前たちはってことを言ってるんですよ、はい、俺はいいけども、俺は時間もらうけども、お前らはスッとやってまた俺に返してこいよってことですもんね。まあそうです、ね、で結構柔和な表情でシビアなこと言うね。じゃあどうぞどうぞ。お前ら今度の大会は県大会までいけるのか。監督、なんで答えで聞いてないですよ、そのルールは。間違いないです。会話をするってルールは聞いてなかった。すみませんでした。会話する順番が違います。間違えました。順番が違う。どういうこと。この二人にやるんじゃなくて。違いました。何度も言ったじゃん。今はフライングしましたんで、言いません。え、これですか。こう見えちゃってこうガッと来ちゃう。見ない方がいいですね。だから春日は見ない方がいいよ、答えちゃうから。見たら答えちゃう。そういう習性がある動物だから、野々山って反射ってことだね。野生野良の野々山って、うん、見たら答えちゃうっていう習性があるから、はい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 、習性か。あと一個すいません、県大会まで行けるのかっていうセリフってありますかね。はい、あんまりないですけど。優勝できんのか、全国ね、せめて全国行けんのかぐらいなのかなと思いました。そうですね。じゃあどうぞどうぞ。お前ら今度の大会は全国まで行けるのか。監督、めっちゃ物分かりいいじゃん。3年間を全て出して全国に、いや優勝するぜ。絶対お前じゃ無理って言ったのはそっちだろうが。学校で一番強い男になる。ルンルン気分でな。こんなことはできねえんだよ。やめましょう。やめましょうよ。いや、ルンルン気分でな。ルンはちょっとずるい感じが。